はい、皆さんおはようございます。今日はですね、4月5日月曜日です。4月5日月曜日、はい、今日もですね、始まりましたキャンピングカー生活5日目。朝食作っていきます。はい、まずスープ作っていきます。これに4分の1中華だし、適量玉ねぎ入れちゃいます。はい、玉ねぎ塩少々で、続きましてまたお好み焼きです。はい、朝からお好み焼き完成です。はい、チョウジャ様のニンニク胡椒をちょっと入れます。はい、それでは5日目朝食いただきます。あ、うまい。ニンニク胡椒効いてますね。染み渡る。まあ、お好み焼きはですね、今日ほぼ何も入ってません。チーズだけです。安定のうまさ。はい、ごちそうさまでした。はい、それでは6日目のサイコロ食費ですね、決めていきたいと思います。ただ昨日ですね、ずっと雨降ってて、まだの路面濡れてますので、また車内からやっていきたいと思います。はい、5日目の昼です。買い物に行ってきました。まずですね、今日は600円食材あるので、98円の食パンと88円の炭酸。今日はお酒ないので夜これで我慢します。で、88円のカモメちくわで、108円のチーズ、スライスチーズと148円の焼きそばです。3食入ってます。で、これ全部ですね、合計すると税込み入って600円以内、572円になります。はい、で、今日のお昼はですね、ちょっと火を使わずに簡単にですね、この8枚切りの食パンですんでね、食パンを使って買ってきたスライスチーズを乗せて、マヨネーズですね、サンドイッチにしちゃおうと。マヨネーズ、あとちょっとスパイス欲しいので、このお気に入りのチョウジャ様のニンニク胡椒、パラ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 、あっ、かかりすぎだ。やってですね、まあ、こんなもんかな。もうちょっとおしゃれにオリーブオイルなんて垂らしようかな。パンにかかる。ああ、これはもうイタリアンですね。で、ドン。はい、完成。スライスチーズサンドイッチです。いただきます。そうだな。うん、うん、もう。チーズ、マヨネーズもちろんうまいんですけども、あのオリーブオイルですね、意外と合います。すごい発見。ああ、もうちょい食いたいですね。もうちょっと先にオリーブオイル垂らして。あ、なんか蜂蜜みたいです。マヨネーズないとダメですね。マヨネーズやって。じゃん。はい、2食目いただきます。お、もう高級サンドイッチですね。
ちそうさまでした。発見でした。それでは夜に続きます。はい、仕事が終わり今帰ってきました。今日の晩はですね、昼に買った焼きそば、これを2玉やります。あと残ってる玉ねぎ4分の1あります。これをカットして、あと肉の代わりにですね、このちくわ使っていきます。じゃあ調理開始します。はい、まずはですね、玉ねぎ4分の1カットしていきます。はい、玉ねぎのカット完了です。そしたらちくわをですね、2本使いましょう。とりあえず半分に切ります。半分に切ったら、これもですね、ちょっと細長く3等分ぐらいにしていきます。あとはね、もう炒めていくだけです。さあ、豚バラ欲しかったんですけどね、ちょっとですね、意外と600円でこういうできるかと思ったんですけども、意外とですね、使いませんでした。バラ肉、意外とチラシだと 100g 126円とかっていう、 100g 96円とかって書いてるんですけども、まあ、100g で売ってませんから、ね、パックになってるやつ、それってあれなのかな、お店の人に言えば 100g で作ってくれるのかな。はい、じゃあ玉ねぎ、ちくわ炒めていきます。イン、ドン、太麺ですね、太麺の焼きそば買いました。蒸らすのにですね、水使います。このボトルに入ってますけど、これ水です。付属の焼きそばソース粉末、卵にかけるだし醤油。はい、今日の夜ご飯完成です。ちくわ焼きそばです。はい、そうすればですね、ちくわ焼きそばいただきます。今日はですね、お酒飲めないので、これはなんだ、炭酸クリアジンジャー、ジンジャーエールみたいなのか。ジンジャーエールのですね、甘くないやつです。じゃあ焼きそばいただきます。太麺、うまい。ちくわ入れて正解、ごちそうさまでした。まあ、これがあればなんとかビールと思ってね、我慢できそうです。それではですね、この後今朝サイコロ振った分ですね、ちょっとご覧いただきましょう。明日の6日の分の結果はどうなったでしょうか。はい、それでは今から6日目食費決めていきます。いいのが出ますように、えい、あー、お、4、まずまず、お、いいね。はい、4番ですね。まあまあ400円というわけで、続きまして、今日はお酒ないけども、明日は
いいもんが飲みたいです。お願いします。お酒あう2よし2なんだっけな。あ、やったレモンサワー、初レモンサワー来ました。いやいや、さっぱりレモンサワーでしょう。やったね。はい、というわけで6日目の食費は4が出ましたので、まあ、400円で、お酒はですね、初ですね、レモンサワー飲めます。明日が楽しみです。